来ましたね。来ましたね。綺麗ですね、やっぱクリニックは。いやもう入った時の場違い感すごかったからね。こんな髪のやつが来る子パンパンですやん。ああ、もう育ちました。すごいよ。しっかり成長しましたね。どこやらいいんだろうな。ちょっとどこから手をつけていいのかっていう。そう、ちょっとなんかパンパンすぎて、ちょっとお医者さんとご相談して。ちょっと今ね、京平さんなんか問診票、問診票、はい、なんかでデータを書くやつをやりまして、うん、ちょくちょくけん制で痛みやばいですみたいな脅しが来てる。大丈夫ですか。でも痛み大好きだから。なんか心地いいですみたいな。うん、好きですとか言って。OK です。こんにちは。こんにちは。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。簡単な説明ちょっとさせていただきますね。はい。Mスカルプトっていう名前がついてます。Mスカルプト。はい。どういうものかっていうと、筋肉を増やしてあげると、筋肉がこう何もしなくてもエネルギーを必要とするので、脂肪をこう、まあ、食べるというか、消費、脂肪を溶かす効果もあるんですけども、はい、筋肉を増やす。で、基礎代謝を上げるという。まあ、太んないですね、じゃあこれから。いや、お前ではない。そんな治療ではない。1回の治療が30分目安なんですけども、その30分でだいたい腹筋2万回ぐらい。2万回2万2万回大丈夫、俺つらない腹筋大丈夫ですよ。いや、100回やるのに大変でしょ。俺10回できないもん。10回できないもん。多分10回できない俺。まあ、世の中のこう中年のおじさんとかに、まあ、もう勧めたいんですけども、今そのビール飲みたいで、はい、トレーニングが嫌だで、まあ、多少は、まあ、小遣いがあるっていう方は、まあ、Mスカルプトを毎週1回やって、はい、で、まあ、ビール飲みたければ飲んで、好きなだけ飲んで食って痩せましょう。そうですね。いいっすね、それガチオペじゃない。ガチじゃん。木村さん、ガチです。これ腹切られるよ。今日腹切られますけど。手術だよこれ。行かれますよ。写真をちょっと先に。あ、そうだそうだ。3D スキャン。パンイチになった方がいいですか。そうですね。パンイチになっていただいて。ハゲさんパンイチで。はい。どんな。それアウトだろ。大丈夫これ。このパンツやばい。ちゃんだいちゃんだいで。向こう側45度の向き。で、万歳できますか。すげえ肩じゃん。これが。噂の 3D なんとか。ここをちょっと取りますね。すげえ勝手に回ってない。勝手に回ってない。あ、やばそう。あ、すげえ、結構近未来だ。近未来。君らやアイアンマン。そう、アイアンマン、マジで。あ、これカメラすごい。出てしまう。で、これカマくん、カマくん、それだけじゃない。あ、変わった。あ、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 めっちゃカラー入れてる。あ、赤ちゃんになっちゃったのね。あ、そうか。ママ、ママ。最近そのキャラなんだよ。終わった終わった。どうでした今回。疲れたね。そのままで行くの。疲れた。はい、これが思考の前プロテインタイムです。ゲットジャーナグリッド。カメラですか。いいね、いいよ。いやー、うせー。3日目か、はい、俺どうしよう。何がかっこよくなりすぎてる。そう、うん、やばない。そう、俺マジでね、うん、もう痩せてきてる。半分だけだけど今やってるの、うん、2回だけじゃん。劇的に違う。まあ服着てるからちょっと分かりづらいけど、まあ、確かにでも出っ張りはなくなってるかもしれないね。顎もさ、分かる、うん、ちょっと痩せるのかな。ちょっと顔をシュッとしたかもしれない、言われてみれば。どう、ちょっとタオル入れてね。そう、本当にさらなる負荷を求めて背中にタオルをぶち込んでもっと反らすっていう背中を。なるほど、ね、そしたらもっと腹筋コミットするから、まあ多分痛いでしょう。やりたくないでしょう。今日はちょっとね、横中心だね。どっちかっていうといつも正面だもんね、お腹のね。もっと俺はね、負荷をかけていきたい、うん、自分を追い込みたい。なんかこうやってる。さすがドエム。タオルいらないよね、今日ね。このタオルです。
上がってるな。深く上がってる気がする。深く上がってる気がする。深く上がってる気がする。はい、やってください。最終日や。じゃあ、どうも。4回目最終日で、今日はが…で、今日はが…今日や、この最後に刺激して腹筋をね、で、終わったら朝の計測ということでね、1回目と比べていきたい。全然違うから楽しみだね。体重はそんな変わんないかな。あそう、筋肉に変わってるから。なぜなら筋肉に変わってるから。なぜならね、ここの身の回りをね、ちょっとね、調べてほしいっていうか、見てほしい。ぜひご注目あれ、ご覧あれということでね、やっていきましょう。お前一人バカ下手じゃね。マックスですか。はい、オッケーです。なんでどの角度でもかっこいい角度ないんだよね。どこだお前の漏れる角度。一応1から360度だったらどこだ。お前の漏れる角度ってどこ。ちょっと喋れないから、マジ。ね、お前の漏れる角度ってどこ。あの終わりましたね、計算4回目が。全てが終わりました、これで。全てが終わりました。いやでも、うん、やっぱ全然違うね。マジで違うもん。見えなかったもん、これ足つま先まで。ほんとつま先が見えないんで。そう、ここがここが見えないってやばいよね。相当だったんだけど、うん、今ね、足の甲の中盤まで見える。めっちゃ見えるし、うん、景色いいでしょ。こんなだったの、多分、うん、だからそのデッサンですよ。そのデッサンですよ。すげえすげえ全然違う、うん、感動する。感動するね。それ知ってるやついると思うんだけど、うん、俺美容整形してました。美容整形はしてない。めちゃめちゃブスじゃん。お腹がすごかったんですよね。それを直したいがために、うん、あ言ってたな、そういうでしょ。知ってるでしょ、君たちね。もう1ヶ月経った。勝ちました。結果が出ました。結果が釣りました。おー、 M スカルプっていうね、機械があるんですけど、腹筋を刺激して脂肪を溶かしつつ筋肉を作って痩せていこうみたいなね。はぁ、そういうことじゃなくて、ダイエットしてたんでしょ。あ、ダイエットしてました、うん、あっていうことでしょ。そういうことです。どうする、やめる。ごめんその結果を発表するってことですね。そういうこと。あ、全部言ってくれてありがとう。素晴らしい素晴らしい、やっぱできる子だ。5年間やってるけど、こういうパターン真っ赤だな。なるほど、なるほど。結果を見てほしい。1回目は俺一緒に行ったもんね。行ったね、1回目。で、リボンもいたのかな。いた。ほうほうほう。その後も全部一人で1週間ずつ行ったもんね。そう。おー、そんなスパンで全部出たわけだ。全部出た。もうだって1回目に 3D の競泳でしたもん。そう。どういうこと？ 3D スキャンでゲームとかで見るような立体の競泳が出てたもん。そう、なんか真っ白の表現の形だけまんまかたどられてるやつが、ホログラムみたいな。そうそうそう、ホログラム。やばっ。 3D ホログラムの映画や。痩せる前の表現のやつ出てた。すげえ。等身大ですよ。等身大の。かっこいい。あ、そうそうそう、なんですよね。終わりの時も撮りました、それ。はい、企画もあります。おお、見たい見たい。見てほしいと。見ましょう。見ました。見せろ。これです。じゃじゃん。うわ、やばっ。これはやばいわ。これはやばい。で、顔もね、全部出てんじゃん。で、体重4マイナス 4.8kg。 1ヶ月、約5kg。 そうです。やばっ。腹回りがすげえ。すげえ。もう見た目がもう腹筋が出てんの、マジで。体脂肪率 2% 減。 BMI 数値もマイナス2、まあ、約2です。ウエストマイナス5cm。 すげえ。全部出るんだ、ね、やっぱり。すげえ。だから俺、痩せたっすよ。やば、まあ、これは、ね、大人の肺活菌の力で。ありがとうございます。パワーイズマネーですね。じゃあダイエット成功したよという。そう、1ヶ月で5キロ痩せました。これは成功だよ。何キロとかよりもう見た目がすげー。見た目全然違う。そうそう、ダイエットはもう美容のね、クリニックにお願いした方が早いという。早いよもうね、自分で頑張るよりも行けと。あ、大事なさい。これすごいな。ほんとすごいわ。今リボンもね、個別で行ってるんで。はい。あ、そうだ。え、そうだ。あ、そうだ。行ってる。もうなんかこっそり言えよ。ないな。女子がどうなんどうなんどうなん、痩せてんの。え、もう痩せてる俺も。競泳ほどまですごい現れないけど、もう痩せてるわ実感。全然違う。じゃあ俺も行くしかないですよ。俺も行きたい。お前はいい。お前はすぐ痩せ
痩せるならもう行くわ。チャンネル登録がよろしくお願いします。お願いします。